それでは、えー、本日与えられております、えー、聖書、箇所をお読みいたします。ヨ、えー、ハネによる福音書、えー、第9章の、えー、1節から、えー、7節までです。イエスが道を通っておられるとき、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちはイエスに尋ねていった。先生。 この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか本人ですかそれとも両親ですかイエスは答えられた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ、神の見業が彼の上に現れるためである。私たちは私たちを使わされた方の技を。 昼の間にしなければならない。夜が来る、すると誰も働けなくなる。私はこの世にいる間は世の光である。イエスはそう言って木に椿をし、その椿で泥を作り、その泥を盲人の目に塗って言われた。白アムの池に行って洗いなさい。そこで彼は。 行って洗ったそして見えるようになって帰っていったアメン、えー、本日は、えー、より、えー、子どもたちのメッセージそして、えー、続いて神の御業が現れるためと題して、えー、西郡牧師より、えー、メッセージを取り継いでいただきますはい、皆さんこんにちは今日もこのようにして えー、ズーム上ではありますがオンラインではありますが共に熱く待って礼拝をされることができること心から感謝いたします今日は久しぶりですけれども子どもたちのためのお話をまずさせていただきますえっとですねちょっと待ってくださいねこれかなはいこれでちょっとごめんなさいこれかな きましたね見えますかこれ見え,見えてますよねはいえっとですねえー、これはですねえー、イエス様ですねイエス様とお弟子さんたちが町を通っていたんですねそしたらですねエルサレムの町を歩いてたんですねそしたらこの生まれつき目が見えない生まれつき目が見えないこの男の人が 座っていたんですね。これもうちょっと、えー、私よりも画像を大きくしようかな。ね、目が見えない人がここに座っていたんですね。そしたらですね、お弟子さんたちが聞いたんです。お弟子さんたちが、えー、イエス様、イエス様、この人が生まれつき目が見えないのは、この人が生まれつき目が見えないのは、 親が悪いんですかそれともこの人自身が悪いんですかそういうふうに聞いたんですね。この人が目が悪いの目が見えないのは親が悪いんですかそれともこの自分が悪いんですかそういうふうに聞いたんです。こういうふうにね聞いたんですよ。そしたらイエス様は答えたんです。 い,いえこの人が悪いのでもこの人が悪いのでもこのお父さんやお母さんが悪いのでもありません。神様の栄光が現れるためです。神様の栄光ってね神様の素晴らしさ神様の素晴らしさが現れるためです。そういうふうにねイエス様は言ったんです。そしてイエス様はね地面にねペッてねど唾をしました。 唾をしましたそしたらねそこにねつがねあの地面にこのくくなったでしょうそこにイエス様は指びでですねこ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 ねしてそしてそこで泥を作ってその泥をこの目の見えない人の目にベタ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 なったんです。何するんだろうと思ったかもしれないね。 この男の人にイエス様は言いました。さあ、その泥をシュロアムの池、シロアムの池に行って、エルサレムの向こうの方にあるシュロアムの池に行って洗いなさい。そういうふうに、ね、言われたこの人はね、目が見えないんだけどね、立ち上がって、このシュロアムの池まで行きました。ね。 もしかしたら私を連れてってくださいって周りの人にお願いしたかなと思いますね。そしてシュラムの池に行ったんです。そしてこのシュラムの池に行ってジャバ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 顔を洗ったんです。目の目についた泥をこうやってジャバ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 洗ったんです。すると何ということでしょう。 うわー、うわー、見える見える、見える見える、うわーすごい、見えるよ、もうね、この人は嬉しかったね、嬉しくて嬉しくて嬉しくてね、おお喜びで神様を賛美しました、神様素晴らしい、イエス様っていう人が僕の目を開けてくれた イエス様って人が僕の目を開けてくれたもうね、この人はね目が,目が見えるようになってね、神様素晴らしい。イエス様素晴らしいっていうふうに賛美をしたんです。でもね、それだけじゃなかったの目が見えるようになったことが一番神様が素晴らしいって言った理由ではありませんでした。え目が見えるようになったら素晴らしいじゃない違うんですなんと この人が一番神様素晴らしいと思ったのはそのあとこの人はイエス様を信じますってね信仰を持ったのイエス様を信じますって告白をしたんです。目が見えるようになってこれ素晴らしいことだよね。でも目が見えることよりももっと素晴らしかったのは この人が、イエス様を信じて、イエス様王が救い主だって信じて、神様素晴らしいって信じて、イエス様のこと、を心に受け入れて、その心がね、イエス様に対する、感謝神様に対する、感謝で、いっぱいになったことでした。皆さん。 ね、この人の目が見えたことも素晴らしいことです。でもそれ以上にもっと素晴らしかったことはこの人がイエス様に出会ったことです。私たちもそうです。私たちが神様にお祈りをしてああ神様お祈りの通りに聞いてくださったのは素晴らしいなそう思うこともあるでしょう。でもそうではないこともあるかもしれない。でも一番素晴らしいことは何かそれはそれは。それは 私たちの心にイエス様が入ってくださってイエス様が私たちの救い主になってくださることです私たちの心をの罪を許し本当に神様と共に歩むことができるようにしてくださることです、ね、この人もそのように生まれ変わりました私たちもそのようにイエス様を信じていきましょうそれでは今日の聖書の言葉を読みます。ヨハネの9章3節の節言葉イエス様が、ね お弟子さんたちに、誰が悪いんですかと言ったときに、いや違うよ、親でもないよ、この人でもないよ、そのねこの後におっしゃった言葉です。それでは読みたいと思います。まず日本語でいきます。はい。ただ、神の御業が彼の上に現れるためである。ヨハネ9章3節、英語でもいきたいと思います。 えー、これは誰か英語の得意な人っていうわけにいかないので私が、えー、大きな声で言いますから皆さんも英語頑張って大きな声で言ってください。はい。Neither this man nor his parents sinned, said Jesus.But this happened so that the works of God might be displayed in him.John 9:3そうですね。えー、イエス様が。 イエス様を通して神様の見技がこの人のうちになされたんですね。私たちのうちにもそのことをしてくださる神様に感謝したいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にイエス様が、えー、この目の見えない人の目を見えるようにしてくださったことを感謝します。この人、本当にお喜びで神様を賛美しました。でもそれ以上に素晴らしいことはこの。 この人がイエス様を救い主として信じることができたことです。私たちもそうです。本当に神様あなたがいろんなお祈りを聞いてくださること、感謝いたします。でも、それ以上に素晴らしいのは、私たちのこのためにイエス様が十字架にかかって、私たちのために救いの道を開いてくださって、私たちがイエス様を信じることができること、感謝いたします。どうかこの素晴らしさ、この喜びを私たちのうちに満たし、 私たちを喜んで感謝して歩んでいくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。はい、えー、それでは、えー、続けて、えー、メッセージを。 この聖書を今読んでいただいた聖書の箇所そしてヨハネによる福音書の9章全体から神の見業が現れるためという題でメッセージをさせていただきたいと思います。えー、私たちはですねサンクスギビングからクリスマス年末そして新年まで、えー、そ,のその時々にこのふさわしい聖書の言葉を読んできました。 1>, 1月の2週目になりこのもう一度私たちはこの聖書を少しずつ読んでいくそのいつものプログラムに戻りたいと思いますヨハネによる福音書去年の8月から少しずつ少しずつ読んでいますそうですねだいたい1週間に1章だったり2週間に1章だったりしますけれども、えー、少しずつ読んでいます日々の御言葉毎日 お送りしている日々の御言葉と、まあ、リンクさせてですね、日々の御言葉で読んだところのところを日曜日の礼拝の中でメッセージをさせていただいています。えー、まだ皆さんよ日々の御言葉を受け取っていないという方はですね、私の方に連絡くださったら宛先に加えさせていただきたいと思いますが、えー、このですねあの ヨハネの9章の1節から7節今日は私たちはヨハネの9章に入ってまいります8月から11月まで1章から8章を読んで参りましたのでぜひですねもう一度その1章ビデオ教会のホームページでビデオを見れますのでもう一度 えー、そのところを読んでああこんなこと読んで,読んできたなこんな話をしてきたなってことを確認しながらですねこの、えー、またヨハネによる福音書を続けて読んでいければと思いますそしてですね今日の「九章」からは実はですね「九章」というのはヨハネによる福音書の中でと でも大きな役割を果たしているところなもちろん聖書ですからどのところも大切なんですけれどもヨハネによる福音書9章全体の構造をということを考える時にヨハネによる福音書というのはヨハネによる福音書の中の転換点となるような聖書箇所であります。こののののイエス様の働きが、えー、一般の人々に対するものから 信じる者たちの共同体のための働きにシフトしていくそういう箇所でもあります。授賞はですね、私は良い羊飼いで、私ね、来週そのお話させていただきますけれども、この私は良い羊飼いであるっていうその言葉が出てくるわけでありますが、イエス様は本当に新しい共同体のこの、 新しい共同体の羊飼いとして私たちを導いてくださる私たちを養ってくださるそういう方なんだというの10章に出てくるんですけれども9章はですねこの目の見えない人が目が見えるようになってそしてですこの人はですねユダヤ人の街道ユダヤ人の街道というのは当時の文化の中でとても大切なコミュニティでありました。えー この日本の昔の、ねまあ、お,寺とかお寺さんとか神社さんとかそういうところとなんかかかあの似てるかもしれませんけれどもとにかくです、ね、大切なコミュニティだったんですね。このユダヤ人の街道のにから追い出されてしまったらどうなるんだろうそういうような、まあ、日本語で昔の日本の言葉で、ね、村八部という葉がありましたけどまさにそのような感じで,です、ね、追い出されたらもう社会生活を送れないそういうようなあのところだったんですね。 その追い出された人、この目の見えない人、追い出されちゃうわけでありますが、目が見えるようになって、神様、感謝しますって、感謝してたら、追い出されてしまったんですけれども、その追い出された人々の、このためのイエス様は、新しいコミュニティを。 作られて、イエス様はそのコミュニティを導かれる、まあそのコミュニティ、まあ、今でいうと教会になるわけでありますが、教会を導いて行かれる方なんだということが90章から出てくるわけでありますね。ですから、イエス様の働きがもう一般の人々に対する働きから、イエス様に従う人々の働きにこうぐーっと転換していくところがこの9章なんだ。 ことを、まあ、覚えていいたただきたいと思うんですがその中でですね、今日はとても、まあ、印象的とかとても大切なこの言葉がありますね。先ほど子どもたちのためにもお話をさせていただきましたけれども、えー、この弟子たちがです、ね、イエス様に対してこの人が目が見えないのはどうして親の罪、本人の罪って聞くわけですよね、弟子たちが。 まあこの弟子たちの間にもイエス様の弟子たちの間にもいわゆる因果応報みたいな考えが浸透していたのでありましょう先生が何か悪いことをしたからまた本人がまあ生まれる前に何か悪いことをしたからこのようなまあ罰が当たったと言いましょうかねそういうことが考えられていたようでありますそういう弟子たちの問いに対してイエス様はいや違うよって 9章三節イエスは答えられた本人が罪を犯したのでもなくまたその両親が犯したのでもないただ神の見業が彼の上に現れるためである神の栄光が現れるためであるそうか素晴らしい言葉ですね。 神様の栄光がこの人のうちに現れるために、この、えー、私はこの、この人、この人は今、苦しむ中にあるけど、それは、ね、本当に何か本人が悪いことをしたためじゃないんだよって、本人がか悪いことをしたために神様の栄光が現れたためなんだよそうですね。本当に私たちが苦しみに遭うときに、戦いの中に遭うときに、この私たちがですね、それ、何が悪かったのかなって、いろいろ思うかもしれない。 何が問題だったかなってあの人のせいだとかですね、この私のこの親がとかですねこの、この社会がとかですね、学校がとか、の先生がとか、いろんなこの原因探しみたいなことをするかもしれない。でもそれに対してイエス様は、いや、そうじゃない。神様の栄光が現れるんだよって。このことを通してあなたの栄光が現れるんだよって。素晴らしいなと思うわけでありますけれども、でもですね、実際、この 目が見えない、私でも実はですね、聖書学院、牧師になるための学校で同級生に、この本当にあの、ま、あの全盲の方がいらっしゃいました目が。目が完全に見えない、目が完全に本当にあのギラギラと明るさはわかるけれども。 その目が見えない小学生の時に失明したんだというふうにおっしゃっていましたけれども、まあ、今はですね日本で本当に牧師として素晴らしい働きをしている方でありますけれども、その方がですねある時この聖書の箇所を読みながら、ですねいやこのこの言葉、イエス様がこれは神様の栄光のためなんだよ、ちょっと微妙ですって話をされたのを覚えています。 いやもうちょっとまあ怒りのようなものを覚えるって風におっしゃったような記憶があります、えー。本人に最近も改めて確かめたわけではなくて私の記憶で言ってるのでもしかしたらちょっとニュアンスが違うかもしれませんけどとにかくですねそんなに素直に受け取れないそういうふうに感じていらっしゃることを分かち合ってくださいました。えー そうですね本当にこの人は目が見えるようになったでも自分は小学校の時に見えるものから見えないものになったこの目が見えないままで私はこれが神様の栄光が現れるってどういうことなんだろうそんなことを お話をされていたと思います。で、でもですね。私たちは本当に。 先ほど子どもたちにお話ししたように、目が見えるようになれ、目が見えない人が目が見えるようになった、それが神様の栄光が現れたんだというふうに、この聖書の箇所を読んでしまいがちなんですけれども、この人が目が見えるようになったから神様の栄光が現れたというふうに読んでしまいがちなんですけれども、でも神様の栄光というのは、この目が見えること、肉体の目が見えることよりも何よりも、 自分の罪が分かり、イエス様を信じるものになるということですね。この聖書のイエス様、このヨハネによる福音書の9章のこの最後の方に、こういうふうにおっしゃってますね。そこでイエスは言われた、私がこの世に来たのは裁くためである。すなわち、見えない人たちが見えるようになり、見える人たちが見えないようになるためである。 そしてですねそれに対してこの人々が答えるんですねそ、そこにイエスと一緒にいたあるパリサイ人たちがそれを聞いてイエスに言った、それでは私たちも、えー、盲人なのでしょうか。イエスは彼らに言われた、もしあなた方が盲人であったなら罪はなかったであろう。しかし、今あなた方が見えると言い張るところにあなた方の罪がある。 私たちも見えないのでしょうかそれに対してイエス様があなた方が見えると言い張るところにあなた方の罪がある。ですからこの最終的にイエス様がおっしゃりたかったのはこの,この肉体の目が見える見えないこと以上に自分がああ見えてなかったんだ分かってなかったんだということが分かってイエス様を信じるものになるということが一番神様の栄光を表すことなんだ。そのことをイエス様は このおっっしゃりたたかならと思うんで「すねマタイによる福音書」を見るならばこの「マタイによる福音書」というのはですねこの4つの福音書の中でイエス様が第2のモーセであるモーセ旧約聖書に出てくるあのモーセのような預言者である。 そういうことをですね。第二のモーセであるって事をですね。強調しているところなんですね。書物なんですね。ですから、マタイはこのモーセがモーセ御書と言われる5つの書物を書いたように、イエス様はイエス様のメッセージを5つにまとめています。また、モーセが10個の奇跡を行ったように、イエス様の10個の奇跡をまとめているんです。 そして、なんとです、ね、そのイエス様の10個のこの奇跡がまとめられているマタイによる福音書の8章から10章の間にその奇跡の次から次から奇跡が、ね、出てくるわけですけれどもその奇跡の間に割り込ませるようにして彼は自分がイエス様に出会った時のことを書いているんです。あたかも いろんなイエス様奇跡なさったけれども、素晴らしい奇跡をなさったけれども、何よりも一番大きな奇跡は、何よりも素晴らしい奇跡は、私自身がイエス様に出会ったことなんだ。一番大きな奇跡はイエス様に出会ったことなんだってことを、それを言いたかったかのように、彼は真ん中に、この奇跡の真ん中に、 この自分のイエス様と出会った出来事を書き記しているんですね。ですから、本当に神様の栄光が現れる。それは何かって私たちがイエス様と出会ってイエス様を知ってイエス様を救い主として信じて神様と共に歩んでいく。それが一番大きな素晴らしい奇跡であり神様の栄光を表すことなんです。 で今日はその神様のちょっと前置きなかったかもしれませんけれども、まあ、その分後の方が短いと思うんですけれどもこの,見えあの神の栄光を表すための2つのことをお話しさせていただきたいと思います。見えこれ神様の栄光が現れるためには私たちはどのように神様の招きに対して応答するのかそのことを2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に 見えないことを認めること先ほどちょっとお話したんですけれども見えないことを認めることが大切なんだって私たちは自分が自分は見えてる自分は分かってるそう思っている時に神様の素晴らしさを見ることができません自分の弱さが分かれば分かるほど自分の罪深さが分かれば分かるほど 神様の素晴らしさ、神様の栄光、神様の力、この神様と共に歩めることの素晴らしさを知ることができる、先ほどの聖書のことも,もうい回読みますが、しかし、今、あなた方が見えると言い張るところに、あなた方の罪がある、私は分かってるよ、もう知ってるよ、分かってるよ、そういうふうに言い張るところに、あなた方の罪がある。 こ,のこれはです、ね、当時の宗教的指導者たちに行って向かって言った言葉ですね、この人々の尊敬を集め、人々が、ああ、先生、先生とこの言うようなこの指導者に対して、あなた方は分かっていると言い張るところに、自分は大丈夫だと言い張るところに、あなたの問題がある。そのように おっっしゃったん聖書には同じようなことが何回も出てきますね。コリント第一の手紙の8章2節にはこう書いてあります。もし人が自分は何か分かっている何か知っていると思うならその人は知らなければならないほどのことすらまだ知っていない同じこのコリント人の手紙でありますけれども第一で10章12節だから立っていると思うものは倒れないように。 気をつけなさい。自分分かってるよ、知ってるよ、そう思っているときには、あなた方は知らなきゃいけないことも知ってないんだよ。それ,それとともに、あなた方、自分立ってる、自分分かってる、立ってると思うときは、倒れないように気をつけなさい。聖書は語っているわけですね。えー、今日はですね朝、まあ、結局降らなかったでしょうかね、場所によって皆さんのところで降ったって方々がいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、フリージングレーンが降るっていう予報が出てました。 フリージングレーンってフリングレーンが降る日本語に訳したら何ですかコール雨ですかコール雨何だろう私がですねアメリカ来てですね今から、えー、っと29年前の冬ですね1月12月の終わりにサンディエゴを出てこのサンディエゴからカリフォルニアの南の端っこからですねこの、えー、アリゾナ州そして えー、ニューメキシコ州そしてテキサス州と走ってですねと途中ちょっとカルズバー,ード鍾乳洞鍾乳洞見たくてですねカルスののールズバードこの鍾乳洞すっごい大きな鍾乳洞があってですねそこ行きたくてただうちの息,息子がまだ、えー、2, 2, 2歳1歳かな1歳の息子がですねこの 熱を出しちゃってです、ね、まああのいやこれいけないなってことでですねおとなしくして鍾乳洞見れなかったんですけどその鍾乳洞の辺りの山を越えてですねこのニューメキシコからこのテキサスに入っていく20号線に入っていくところですねその入ってくる直前でまあ,あの天気予報でフリージングレーンが降るよフリージングレーンが降るよフリージングレーンが降るよ,降るよそういうニュースをやってたんですよ。 で私はです、ね、あの天気には自信があるです、ね。天気に自信があるってか天気を。天気のことなら任せろ思ってるわけですよ。子供の時からも天気が大好きで大好きで、もうとにかくいろんなことを調べてです、ね、もう天気のことな何でもしてると思ってる。ところが、このフリーズングレーンっていうの知らなかった。で今はです、ね、インターネットですぐ調べられますけど、ね、スマホとか見ながらすぐ調べられますけども、この今から30年前。 その1つの言葉を調べるのはそんな簡単なことではなかったですねだからフリージングレーンがどんなものかを何も知らなかった何も知らなかったけれども直訳しました凍る雨凍る雨氷雨なんか氷雨て歌謡曲もあったなとかですねこの氷の雨あ氷の粒が降ってくるのかなとかそういう程度で思ってたんですよそしたらですねまあ、びっくりしましたね あのまだだ経験したことがないい方は本当に気をつけてくださいもうすすごいです怖いで怖もうこのウィンドウシールドに、ね、車で走ってたんですけどウィンドウシールドにべちゃのぽたって雨のしずくが垂れたらですねこのワイパーでこのワイパーでシャッとやるわけですよねそうするとね真っ白になってウィンドウシールドに凍,凍りつくもう、まあ、一生懸命あの暖房をかけてですね一生懸命溶かして走ったわけでありますけれどもこのウィンドウシールドだけじゃない車が あのこちこちになるだけじゃない、もう本当にこん地面にコンタクトした瞬間に固まりますから、この,あのアイススケートリンクになるんですね、地面がね、で木は,木はあの氷がたくさんついてですねあの、倒れてくる、本当に恐ろしい、もう雪,雪なんかよりも、この何よりも本当に怖いですね、この一番怖いのはフリーズングレーンだなというふうに思います。 何も知らないのにいや大丈夫知ってるつもりになってるこれはですね本当に怖いなと思いますねでも皆さんフレージングレーも怖いですそれを分かったふりになってる自分は本当に愚かだったなと思いますでもたか,がたかだかって言ったら怖れちゃいますよこれは天気のことですよでも霊的なこと永遠の命のことについて神様との関係のことについて 分かったようなつもりになっていることほど恐ろしいこと、危険なことはありません。永遠の命に関わることです。神様との関係のこと、神様との交わりのこと、本当に分かったつもりになって分かったふり,になったふりをして、まあ、いわゆる霊的な知ったかぶりって言ったらいいんでしょうか。そのようなことに陥ってしまうならば、 私たちは本当に悲劇的なことになってしまう。皆さん、この目が見えない人、光は周りに降り注いでいたんですよ。でも、光があっても見えない。光があっても、周りにきれいな花があっても、 きれいな風景が広がっていてもそれが見えない彼はそういう人でした周りの人々は本当にある意味哀れみの心を彼にかけていたかもしれないだけどだけど周りの人々の問題は霊的にはあなたがそういうものなんだよってこの人は見えるようになったけれども 目が見えるようになってそれだけでなくて心の目霊的な目が見えるようになったけどあなたはその一番大切な霊的な目も見えなくなってませんか聖書は私たちに問いかけているのであります本当に私たちが自分が本当のところは見えてなかったんじゃないか 見えてないんじゃないか。そのことに気がつくことです。その時に、ああ、神様、私は見えてなかったです。ああ、神様、私は分かっていませんでした。神様、どうか私の霊の目を開いてください。私の目を開いてください。そのように、神様の前に出ようじゃありませんか。その時に、神様、私たちのうちに働いて、 私たちのうちに神様の栄光を私たちを通して神様の栄光を表してくださいます。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますね。えー、2番目のポイントは、えー、イエスの言葉に従うことです。イエスの言葉に従っていくことであります。この人がしたことは1つだけありました。 イエス様の見業なんですけれども、イエス様の奇跡なんですけれども、イエス様が奇跡をなそうとされても、この人がそれにイエス様の言葉に従わなかったらそれが起こらなかったということが一つありました。それは何かシュロアムの池に行って洗うということです。イエス様がさあ行って洗いなさいと言ったときに、はい、わかりました。シュロアムの池に行って洗ったことです。何のために 何の意味があるの納得いかない。なんでそんなことをやらなきゃいけないの労力もかかる。人に助けてもらわなきゃいけない。大体人の目に唾なんかつけて、大体いい失礼じゃないか。そう言おうと思ったら言えたかもしれない。でも彼はイエス様の言葉を聞いて、それに従った。それに従ったときに。 神様の栄光を彼は見ることができました。私たちの信仰ってそうです。イエス様の言言葉に従っていくことです。信じるってことは従うことです。信じるってことはそこに人生をかけていくことです。信じるってのは、信じるってのは気持ちの問題じゃない。気持ちから始まる、でもそれが行動に現れていく。そういうものです。イエス様が さあ行きなさいと言うならば行くことですこの人が納得することを求めていたらこの人はおそらく癒されなかったでしょう本当に彼はイエス様に従うということを選んだんですその時に開かれていった世界がある 本当に私たちは分からないこともある、100%納得したわけではない、それでもイエス様の言葉にかけて、これにどういう意味があるのか、困ることもある、でもイエス様が行きなさい、イエス様が洗いなさいというならば、それに従って。 ですそして彼は共同体から追い出されることも恐れないで告白をしましまたこの後を見るとですねこの、えー、と9章のこう途中から見ていくとこの18節からですかこの両親が呼び出されるんですよねユダヤ人からね。 ユダヤ人たちは彼が元盲人であったが見えるようになったことをまだ信じなかったついに彼らは目が見えるようになったこの人の両親を呼んで訪ねていたこれが生まれつき盲人であったとお前がたちの言っている息子かそれではどうして今目が見えるのか両親は答えていった これが私どもの息子であること、また生まれつき盲人であったことは存じています。しかし、どうして今見えるようになったのか、それは知りません。また誰がその,の目を開けてくださったのかもしりません。あれに聞いてください。あれはもう大人ですから。自分のことは自分で話せるでしょう。両親は、ユダヤ人たちを恐れていたので、こう答えたのである。それはもし、イエスをキリストと告白するものがあれば、街道から、 追い,出さる追い出すことにユダヤ人たちがすでに決めていたからである。彼の両親が大人ですからあれに聞いてくださいと言ったのはそのためであった。そうイエスをキリストと告白する人は街道から追い出す。 そういうふうに決まってた。だから両親はいやいやいや、もう私はもうあ,のあいつのことは分かりません。もう子供じゃないのでもう私は、私たちは何の責任もありませんよ。関わりたくなかった。まあそりゃそうですよね。まあ本当に大人ですし。だけど何よりも何より大人だったからってことよりも、とにかく、えー、関わりたくなかった。それに対して。 この本人目が癒された人目が見えるようになった人はこういうふうに答えていますそこで彼が答えていった私の目を開けてくださったのにその方がどこから来たのか存じご存じないとは不思議千番です私たちはこのことを知っています神は罪人の言うことは聞き入れになりませんが神を敬いその御心を行う人の言うことは聞き入れてくださいます 生まれつき盲人であったものの目を開けた人があるということは世界が始まって以来聞いたことがありませんもしあの方が神でから来た人でなかったら何一つできなかったはずですこれを聞いて彼らは言ったお前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えようとするのかそして彼を外に追い出したそして彼を外に追い出したって書いてありますね 本当に彼は追い出された。何でですかイエス様を救い主として受け入れたからです。彼が、彼が、彼は本当に私を癒してくださった救い主ですよ。あの人は私のことを救ってくれた救い主です私たちのこ,と私のことを癒してくれた救い主ですよ。そのことを告白したからです。彼は恐れなかった。 私たちがイエス様に従っていこうとするときに、それは、えー、簡単じゃないかもしれない。いろいろ摩擦があるかもしれない。いろんな圧力があるかもしれない。でも、それでもイエス様に従っていくことです。追い出されることがあるかもしれない。それでもイエス様に従っていくことです。それが信仰です。それが信仰です。 その時に神様の栄光が表されていく。神様の素晴らしさが私たちの人生を通して表されていくのです。本当にその見業を見させていただこうじゃありませんか。私たちが戦いがあります。悩みがあります。この人が本当に経験したように、どうしてこんなことになっちゃうんだろう。何が問題だったのかな。何か悪いことしたのかな。自分のことを責めたり、またあの人がこんなことをするから。 人のことを責めたりする私たちであります。でも、その私たちに、いや、神の栄光があなたの人生を通して現れていくんだよ。そのことを見させていただこうじゃありませんか。そのために、本当に自分の弱さを認め、神様前に出ようじゃありませんか。そして、イエス様の命じられるところに従って歩んでいこうではありませんか。 お祈りをいししましょう愛する天のお父様、ありがとうございます。イエス様がこの人の通して神の栄光が現れるためだ。同じことを私たちに対して言ってくださること、感謝いたします。私たちが本当にうまくいかないことや本当に困ってしまうようなこと、苦しい自分の弱さに涙すること、自分の失敗を責めたり、また、 他人の敗失敗を責めたりするような、そんな私たちに対して、本当に、主の栄光が現れるためなんだって言ってくださることありがとうございます。どうかしよう、あなたの栄光を私たちの生涯を通して表してくださいますようにお願いを申し上げます。 待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン